呂布は軍を率いて洛陽の用地に入らんとしている。ぐずぐずはしておられぬ。先手を打たねば。我が序将顔料、文集はまだ到達しておりませぬ。私一人でも呂布を倒してみせましょうぞ。さあ、命知らずはもういないのか。三家の奴隷め、縁人長飛参上。長飛よ、落ち着け。俺が賊の相手になろう。我ら三兄弟は桃園で義を結び、同じ日に死ぬことを誓ったのだ。兄である私が力添えをしよう。素晴らしき腕、お三方は我らの英雄です。呂布はすでに退いた。諸侯は天下の安泰をかけ洛陽を包囲しようとしている。天使様をお助けしよう。包囲やれ、やれ、逃げせ。洛陽の董卓を生け捕りにしろ。洛陽はすでに我が名軍に包囲され、皇上の命が下されている。では私めが前衛に皇統の子弟たちを、名軍の道を切り開こう。ここは勇敢な孫権が、中将よ、孫将軍の後に続け。突撃、やれやれやれ。陸軍の軍勢に兵の士気が下がっています。序将、ここはひとまず天使を要して長安に戦となさるのが良いかと。良い考えだ。天令、大将官民はすぐに私について戦とせよ。背く者には命はないぞ。天と様のおかげで十数年来この地は繁栄し、民の暮らしは安定している。お前は立派に育ってくれた。どうか六号を統一し、世に光を取り戻しておくれ。この乱世を制するには王道に従い徳で民を治めるか、覇道に従い力で力を抑えるかだ。徳のある子だ。徐州の劉玄徳と同じく王妻を備えている。お父様、私はこの三尺長剣で守るべき人を守ってみせます。申し上げます、主君様。城外で黄巾族軍が城の四方を取り囲み攻め込もうとしています。すぐにご決断を。何、すぐに上楼に上がる。ついてまいれ。
開けろ開けろ。俺がいる限り城には指一本触れさせる。城に入りたければまず私が相手になろう。敵軍は我らの10倍城が危ない。だが中には多くのたくましき男がいる。賊の隙にはさせまい。賊は人数が多いのでお前は城内にとどまり、私が兵たちとおとりとなって敵を城から遠ざける。隙を伺って年より子供や女を安全に避難させてくれ。早く主君を城まで護送しろ。もはやこれまで。この城は我が子に任せよう。賊よそこまでだ。定山の長子竜参上。黄金族が城を取り囲もうとしていると聞いて助立ちに来たが時遅し。角も大きくなったな。城が包囲されてしまった。これから苦しい日々を強いられるだろう。城と民を守らねば。賊軍は相変わらず城を包囲していますが、若様、悲しむことはありません。すぐに敵兵を掃討し、彼らの地で先代城主の霊をお慰めしましょう。今回は私が首相として必ず勝って帰る。首相が部隊の兵力上限を決定します。統率の高い武将を首相とすると卒兵数がアップしますよ。運よく勝てましたが、敵を見くびってはいけません。幸い城中には多くの人材が残っておりますから、若様、すぐに集権府を設立し、より多くの剣士を担保し、共に敵に立ち向かいましょう。担保する武将の魅力が高いほど探訪にかかる時間が短く、レア武将を探訪できる可能性が高くなります。そのお役目必ず果たします。細分岐は音楽や詩に通じた邦題の才女、登用すると部下にできます。どうか主君のおそばに。賊どもは肝を冷やしたのか、今のところおとなしくしていますが、食料も金も兵力も底をつきました。ここは私が城の外から物資を集めてきましょう。給油の助けを借りて7日後には必ず帰ります。主君ご安心を。長将軍は約束を守る男、必ずや戻るでしょう。私めは戦略ながら軍略を多少わきまえております。城下の軍勢に一策を講じましょう。今や城内は大忙し、ここは主君に頑張ってもらわねばなりません。長将軍は戦時用務を残していかれました。この戦時用務に従い城の内外を治めてください。主君、城外に謁見を願う民たちが待っております。構わぬ、入れましょう。主君、私たちが先祖代々耕してきた城南の地は黄金どもに奪われてしまいました。今や私たちは帰る家もなく、どうか
主君にお力を貸していただきたいのです。主君、黄巾どもに超将軍の留守を知られたら何が起きるか分かりません。放っておけば超将軍がお帰りになる前にこの城郭は賊軍の手に落ちることでしょう。軍師、何か良策は？城外の領電を全て失った今、まずは城内で領電を開墾して民衆に工作させましょう。城外の領土を取り戻すのは機が熟してからです。軍師の言う通りだ。伝令しよう。仰せのままに。調査の大衆、孫権の弟で煬帝と申します。お会いできたことは非常な喜び、どうか配下として働かせてください。